はい、皆さんこんにちは。エムフラワー代表フラワーアーティスト長塚真空です。はい、今日はですね、こちらのスイートピーですね、スイートピーを使った花束を皆さんに紹介していきます。スイートピーの花束っていうのはこうカチッとしてないで、ふわっとこう綿あめのように作っていくのがポイントなんですけれども、そのこの花、まあ、この花はこうふわふわじゃないですか。こうもうめちゃめちゃふわふわな花ですよね。だからこのふわふわ感をどうこう表現していくかって、まあ要するにお花を潰さないように作っていくんですけれども、まあ、このようにスイートピーってこう 茎が全然ない花なので、普通はこうくっついちゃうんですよ。花がね、花がこうくっついちゃうんです。だからこの花と花の間をこう開けていかなければいけないんですけれども、まあ、そのためには、まあ、例えばこういうグリーンを使ったり、まあ、こういうグリーンですね、こういうグリーンを使ったり、こういう他のねお花を間に入れたりしていかなければいけないんですが、まあ、その入れ方でこう花がやっぱりこう潰れてしまったり可愛くなかったり、いろいろするんです。ですから今日はね、そのスイートピーの花をこうふわふわに可愛くまとめる方法を皆さんにお伝えしようと思います。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、ではこれから制作を始めていきます。カメラのアングルを変えて皆さんの目線からね、こう実際の花束が見えるようなアングルで、撮影をしていきたいと思います。では行ってみましょう。はい、ではねこれから花材の準備をしていきます。まずこのサイネリアですね、サイネリア この枝を落とします。枝を落としてこういうふうな一本ずつのね、こうパーツにしていきます。ただこの足がね、足ってこのステムが長いものに関してはいいんですけど、うんとこう短い場合はそれは月枝として取っておきましょう。そしてサイネリアのこの葉っぱをね取っておきます。はい、そしたら次にこのドラセナの葉っぱをですね、1枚ずつのパーツに分けていきます。ドラセナの葉っぱを丸めてホチキスで留めます。でこのような状態にしていきます。すべてこのドラセナの葉っぱは丸めてホチキスで留めておきましょう。はい、次にこのレースフラワーですね、レースフラワーについてるこういう葉っぱ、まあ、これ全部がついてるわけじゃないんですけど、この葉っぱがついてる場合はこの葉っぱはすべてこのように取り除いておきます。これがついてると、実際にこうスイートピーの花束が出来上がった時に、このちょっとふわふわ感が半減しちゃうんです。だからまあそういうふわふわ感が半減してしまうものに関しては全てこの時点で取り除いておきます。はい、そしたら準備が整いましたので、これから花束の制作に入っていきます。まずこのスイートピーを持ちます。その時にそのスイートピーの脇にこのようにドラセナを組んで、でこのスイートピーの一番下の花がこのドラセナにこうちょっとかかるぐらいですね、にこうようこのように組んでいきます。はい、である程度ここでドラセナの葉っぱを持ってしまいます。このフラワークッションですね、持ってしまいます。このスイートピーってこう茎にっていうか茎がこう細くて何もないじゃないですか、葉っぱとかも。だからもう引っかかるものは全くないんですよ。だからとにかくここのベースを作って、このベースに引っ掛けていくしかないんですね。だからこういうふうにしたらここにもこうやって引っ掛けて、
こういうふうに花を持っていきます。で今回、こうちょっと長めのスイートピーとこう短めのスイートピーを用意しました。で短めのスイートピーはこうちょっとねこの中の下の部分ですねにこういうふうに少しだけ若干ですよ若干ちょっとだけこう気持ち低く入れていきます。これがポイントです。